強かったんだけど、寂しくてごめんなさい。素直になるよ。配信してないと寂しい。今日も構ってほしい。ごめん、かまちょして。かまちょしてごめんね。2個天球、3個天球、ありがとうな。はい、5個天球、いいんじゃない、うん、もうちょっと上げてもいい。5個天球、いいんじゃない。3個、2個、いいんじゃない。法則性がなくて、うん、はい、5個、5個きた。次3個かな、いいんじゃない。5個か、5個に落ち着いた、いいんじゃない。うん、タヌキありがとうね。ボンタね、ボンタマ好き。みんなうまいよな。温泉卵ってなんだな、うまいな。誰か、あのドブネズミいらない。今日行くところがない。行くところが、もしくは誰かホテル取ってくれる。たまには行くところがなくて、毎日、うん、ドブネズミって呼んでほしい。配信会のドブネズミ、うん、誰か駆除して。駆除、しぶとく生きてる、しぶとく。520個いいんでちか、いいの。 Thank you、 ありがとうね。駆除って引退、うん、もう引退したい。場所はどこでもいいの。まあどこでもいい。今ここに今中。200個天球な。ここに今中。ここなら邪魔にならないかなと思う。200個ありがとうございます。チューチュー。あ、300個ありがとうね。ありがとう。013、ナイスをしたよ。それがどうしたので、それがどうした、うん、200個 Thank you、 ありがとうね。私もしたよ。だからどうした、どうしたの。200個ありがちゅう、ありがとうね、うん、999来た。999フォロー悩むな。フォローしたるか。ありがとう。配信に全く花がない。そう。花ないよ、俺の配信。
一人でちょっと配信してるやつと見比べてみ、花があると思うよ、うん、圧倒的な花が。政治に負けるな彼女作ったやつに負けないぞ。これが圧倒的にメガホンでマンスリーひっくり返してやるよ。そうだろ、女に逃げたやつに負けるわけがない。応援してます、ありがとうね、りんちゃん。 Thank you な、うん、何が屋形船だよ。来た、見た今日のポルポンの顔、モンジョリの閲覧であたかも自分が誕生日にチヤホヤされてるみたいな顔しやがって、てめえよモンジョリの閲覧にうぬぼれてんじゃねえぞてめえ、何ドヤ顔してんてめえよ。モンジョリがいるから集まってるのにドヤ顔してんじゃねえてめえ。ネズミかわいい、欲しい、家がない、うん、家がない。俺はドブネズミだ、ドブネズミ、うん、昔はあんなに輝いてたのに、いつ、いつ輝いてた。今も目がキラキラしてない？キラキラ。嫉妬なんかしないで。輝いてる。涙かな？泣いてる俺。濁ってる。フォローを外されてる。てめえは外しといてやる、うん、てめえは。はい、何はい、返事してんじゃねえよこの野郎。あ、メガホン500個、これ熱いね。やっぱフォローしてるわやっぱり、ね、フォローしてる人が投げてくれてる、やっぱりね。フォローしてないよこの、フォローしといてやるわ、ありがとうね、うん、Thank you, thank you。 すごい勢いじゃんメガホン、やっぱメガホン強いね。もう1万個ぐらい飛んだ万個、もう万個もらっちゃった。やっぱり無課金を普段から大事にしてるからね俺は。課金者ばか大事にしてないから、無課金を大事にしてる証拠だよね、メガホン強いってこれって、うん、多くの人に愛されてる、フワッチの中では。だから強いよねメガホンちゃんが、ありがとうね。うぜえ、うぜえ、天球ありがとうね。40個天球、ビール飲み行こうかな。あそこ行かない、あのココナッツ飲んだめちゃくちゃ可愛い子がいるとこ、一目惚れしたとこ行ってみようかな。久しぶりに、覚えてる、養分の誕生日の前に行ったところ、999個、天球な、フォローしたるわ。もう外さないお前のこと、ずっとしとく。ありがとうね、うん、で今日ネズミ男やってるからチューチューするからチューして、今日だけでいい。
こういう気持ち悪いこと。中は男もちょっと頑張って、キモいけど。チューチューチュー。チューチューして、ちょっと。チューチュー。今日だけでいいから。うん、チュー。チューじゃない、チューチューチューってやつ。結構長いやつ。チューってやつ。一緒にチューじゃないやつがいい。チュー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 っていうやつがいい。わかる？うん。あ、999個。チュー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 。チュッチュってやつじゃないよ。チューってやらないと。チューチューってやらないと。そうそうそう。うん。気持ち悪いお前ら。キモいんだよ。気持ち悪い。いい年こいてやめた方がいいよ、本当。キモいから、そういうの。ね、対応に困るね。キモ、キモすぎる。あ、ありがとうね、おっちゃん。ひどんなに負けてるけどいいの？悔しくない？うん。ひどんなに。あ、あずちゃんありがとうね。ちょっと予告しとくわ。500ナイスで重大発表ある。500ナイスで超重大発表あります。これはね、かなりでかい。今後の配信にかなり大きく関わる内容、うん、だよ。いい重大発表、その捉え方じゃない？うん、嬉しいやつと悲しむやつ出てくる。うん、これはね、分かんないね。どっちと捉えるか。うん、重大発表だよ。うん、結構なじゃない？うん、爆弾じゃない？爆弾。クリスマス前の爆弾結構落とすよ、ドカンと。カフェイン注入。013、フォロバ欲しいです。まあフォロー今回するけど、イベント最終日ってことだから、イベントアイテム投げる空気を読めないとダメだよ。フォローしとくけどね。今宝石イベントなんかやってないよ。イベント中はイベントアイテムにしてね。わかった？学べよ。リスナーとしても学ばなきゃいけないし、女としても俺みたいないい男に触れて、女としても成長しなきゃいけない。学ばなきゃいけない。わかる？俺はいい男だからいい女しかいらない。分かった？男も俺を見ていい男になれよ。ねだらぬ勝ち取れるような男に。分かった？男も俺がお手本見せてやるから。うん、成長させてやる。甘ったれんな。優しさだけが俺の良さじゃない。女はケツ叩いてやる。そうだろう。ネズミ男行きます。一
人でも展開作ってやるよ。今日は見とけな、ついてこい俺に。午後天球ありがとう。330個天球。あーちゃんもっこりしてるやん。チンコでかいからもっこりするでしょ。もっこりは隠せないよね。器も器量もでけえし、玉もでけえし、チンコがでかいつか金玉がでかい。金玉がでかいからもっこりしちゃう。うん、声変やな。毎日叫んでるからね。オンタヌ天球投げて、さっさと相手村にあるオンタヌを僕ちにくれ、俺っちに早く。そうだ、そうだ、溜め込んでるメガホンもくれ俺に。踊ってやろうと思ったのに、まあいいか。スロー BGM に変わっちまった。恥ずかしい。168個、Thank you、ありがとう。全然孤独じゃねえじゃん、タイトル変えろ。孤独じゃない俺。そうなの。花火 Thank you。 ちょっと社長よかったらイベントアイテムにして。ちょっと花火間に合ってまんねん。孤独じゃないだろ。すぐもう外さないよ、次したら。しつこい。左衛門堂、左衛門町有名、ここ。左衛門町外さないよもう。左衛門か、ここにいるわ。ベンツ89個天球。ひどんな抜いて、抜けない。うわ、ひどんな。なんで大阪。そもそもがキングってやつと格闘技しに来た、そもそもがね。でまあすぐ帰るのもあれかなと思ってダラダラいるけど、まあもうそろそろだよな。大阪に用ないし。キングって、いやなんか文句言ってたから、もう格闘技やるかっつって、めんどくさいから。あ、今でもいいんだよやっても。俺に文句あるやつ、格闘技でバチバチやる。俺口も腕っぷしにも両方自信あるから、口だけっていうタイプじゃねえもんで、バチバチ殴り合ってもいいんだぜ、やれるやついるなら。ストリートは捕まんだろ、いい年こいて。泊まるお金とご飯を食べるお金がないので、少しでもいただけたら幸いです。なるほど。どうする。俺の金は
みんなが俺に投げてくれたお金だからな。相談しよう。有名な人？そうなの？じゃあいつもね、やっとくか。金持ち。やっちょからんだ。助かるって。足腰がやべえわ。助けました。配信者らしいやり方で。やばい、足が。少ないよ。
いや、1000円でも十分でしょ、座ってるだけでもらえるなら。オンタヌ、センキュー。1000円大きいよね。おっちゃんのね、助かるっていう言葉が全て物語ってる気がするね。やる偽善、やらない偽善よりやる偽善だからね。やばい。格闘技やってから全身筋肉痛。どこ行くの？行くあてなんてない。俺に人生と一緒だよね。俺はどこに向かって歩いてるんだ。行くあても生きる意味もない。でも俺は歩いてる。ただそれだけだ。考える必要もない。そうだろう。星が綺麗だぜ。空を見上げればみんなとつながってる。みんなも空を見上げてごらん。つながってる。あれ、グリコどこ行った？イルミネーション。グリコ向こうか。借りてきたっつかもらった。疲れてないですか？元気もらいました。10個天球ありがとうね、こっちゃん。ありがとうね。あげる、あげないゲート、あれ必ずあげるんだよ。あげないことない。ただ1000円って言ってもされど1000円じゃん。1000円の価値はもらわないとね。わかる。ただあげるよりはやっぱ配信者だから1000円分の尺は欲しいなっていうところ。しっかりお金の価値を考えてる。わかる、言いたいこと。稼ぐの大変だしね。俺も配信でね、1000円稼いでるから。そういう意味合いです。別にバカにしてるわけじゃない。うわー、つまんなそう。船面白いんかな。これ乗ろうかな。つまんなそうだけど。いくらで？2万円？アホやろ。嘘だろ。出せても2000円かな。ちょっと3000円だと考えちゃうレベルかな、俺の感覚的には。娘が病気なんですか？2万円恵んでくれませんか？本当に娘を助けたいお母さんはふわっちなんかやってないと思います。もうちょっと娘のことを一生懸命考えてほしい。俺はそう思います。ふわっちやってる暇があったらあれしようよ。グリコ見てる。
正論じゃなくてあげるよ、お前があげるよ。じゃあアホアホか、なんで俺があげなきゃいけないんだ。和道助けてやれよ。違くて、あれ和道もまず今更で家をもらうんだったら固定資産税も初めに考えなきゃいけなかった。それも考えてやらなきゃいけない。そうでしょ、今更なんだよ。うん、そうなることぐらいわかるんだよ。うん、道頓堀軽くビールでも飲もうかな。どうしよう。やっぱり道頓堀で食べ歩きでしょ。これ何しに観光に来るの。食べ歩きだよね。違う、他に何かあった。10円パンだって。嘘だろ、10円パン。10円パン本当に10円なの。10円食おうかな。買ってみて、10円のパン。10円流行ってる。あれ、メニュー500円するんだけど、どういうこと。10円の商品なんか売ってないんだけど。え、形が10円ってこと。あ、この形がってこと。食ってネーミング大事だよね。うん、でちょっとね取り上げてもらって、うん、そういうの大事だもんな。え、なんかさ、インパクトを残す狙いがあるね。インパクト。こっち行っても何もないな。戻るか。公平とデートしたい。何デート？クルル並んでる。ククルなんてどこでも食えるしな。でも確かにうまい。チェーン店で一番好きかも。ククル俺。一番好きかも。一番うまい気がする。どう？ククルうまいよ。うん。やっぱバカ舌やな。ククルってチェーン店だよね。うまいっていう人が多いから全国にあるわけで、バカ舌って言ってるやつの方がバカ舌だと思う。うん、流行ってるのはそれなりに万人受けしてるっていう事実があるから。じゃないと全国チェーンできないからね。展開論破。大阪人は並ばない。あれだもんね、せっかちだもんね。カニ寿司、カニせんべい、高っ。540円だって。高いなこれ。うん、もしもし、どうした？今大丈夫？うん。ごめんね、今放送中なんだけど。うん。ここに行った相談があって。何？ゼロワン。あ？200万貸してくれないか。200万？うん。返済プランは？5万から10万。あ？
毎月。うん。つかもう配信やめて働けよ。人にお金借りなきゃいけない状況ってもう配信無理やん。そうだな。そんな友達にまでね負担かけるようになったら配信やめてくれよ。そうだな。はっきり言って普段電話もかかってこないのに金の時だけ電話かかってきて失望したよ。がっかりしたお前には。ふざけんじゃねえ。都合いい時ばっか電話してきやがってよ。どいつもこいつも金じゃねえの。俺は金なのか。金でしか頼れないか。そうだよな。がっかりだよ。傷つくよ。ひどくないか。普段からね飯でも行こうって誘ってくるならまだしも金の時だけだぜ。俺だっていろいろねやることもあるし今大事な時なんだよ。知らないから言うんだろ。俺はねどんだけこじきって言われようがありがとう配信つまらないって言われようがみんな一緒にやってきたよな。バカにされてもキャス主にだからそれなりに残ってるんだよ。バカにされても続けてきたからそれもね努力だぞ。うん。みんなと頑張ってきたんだよ。今日だって体調悪くてもやってるし。がっかりするよ。配信始めた頃は雲の上の存在で見てた人がね落ちぶれていくなんて。便所さんも光もそうみんなそうだよ。もう尊敬もないね。落ちぶれて情けなく思うよ。そう思わないか。串カツだるま。俺はね人に金借りるまで落ちぶれないから。みんなちゃんと投げられたら大事にお金残す。たまにギャンブルやっても。うん。これでも重みを分かってる。うん。午後天気たまたま見てたけどもうこういうのがリスナーに変わるよ。高額両替機ポケモンオリパやるしかねえ。ナイス諦めたの。ナイスなんて黙ってても押してくれるだろう。俺は諦めてない。配信もイベントも今も総合13位だけど1位目指してるよ。でも俺が頑張ることじゃないだろう。リスナーが頑張ることだろう。違うんかい。俺は配信をやるだけだ。そうだろう。そのカード中古とりあえずオリパから行くか。狛江がやばい。来るとやばい。イベント中なんでもう鳩ブロック。はい全部のね徹底するよ今日は。はい合唱。とりあえずポケモン分かんない人はいるけどやらせてもらう。やばい、ネズミが。あれか、暑くて。ポケモンってワンチャン SR 以上が
どうした？ごめんね、何回も。いいよ。電話ごめんよ。うん。あのさ、あの、明日って予定あるかな？明日予定あるかな？予定って、なんか空いてたりしない？なんで？なんか週一でさ、今のネオさんってわかる？うん。なんかボクシング企画とか、なんかダイエットみたいなのやらさせてもらってるんだよ、うん、ジムで。で、なんかみんな呼んで練習したいねって話をしてて、お金を貸してっていう後の話だから、これは普通にね、誘って友達になって、その後にはお金を貸してっていうオチがありそうな気がする。そういう風にしか見れない。申し訳ない、行かない。そうだろ、魂胆が分かってる。パルパルに貸すのは普段から仲いいからだよ。モンジョリに貸したのは信用があるからだよ。そうだろう。今笑ってたしな。笑えないぞ本当に、困ってたら。しかも言わせてもらったら、いきなり200万っておかしくない？ねえ、10万からじゃない？いきなり200万って。俺は都合のいい消費者金融か。一発目いきます。100円硬貨専用だと、みんな誰にも貸さないでファンタスティックください。10万のカード出るか？ぼったくりか、ここは。後ろも見えない。みんなに先に見せる。キラキラしてたら SR。え、消防、ミュウツー、ミュウツー来た。ミュウツーいくら？これ結構いいんじゃない？ミュウツーボルケニオン、見てたらバン、うん、でもポケカじゃないね。ポケカじゃ熱くなれないな。これ一つ来たらあげるわ。いくらか知らん。太っ腹な男だからな。この台は1回2,000円。でもこれってさ、いろんな配信者がやると止まらなくなるやつだよね。気がついたら 2,3 万いくやつだよね。あ、バカ、もったいないよね。2,000円ね。なんか人の見る方がいいね。何入ってるって見るのがいい。見ますか、僕やるから。見る、やりましょう。僕がん、はい、持っといてくれる。じゃあお姉さん、これで写しといて、はい、外カメだから。外カメ、はい、うん、でコメント読んどいて。あ、ごめんごめん、ちょっと待ってよ。2,000円やります。ごめん、ちょっと待って、はい、
パーセットして僕がやります。はい、了解お願いします。頑張ってありがとう。おお。オッケー。ああ、ファンタ、センキュー。じゃあ一人ずつ行こうか。行ってみよう。あかんねこれ。ここを両サイドグッと押すんや。そう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 。ああ、ジュズ。ジュズでした。わあ、ジュズでした。ジュズ来た。え、ジュズ？ジュズ？あかんこれ。開けたら。おかしいやもう。みんなジュズやもう。死ぬんちゃうもう。ジュズばっかりやん。おかしいじゃんもう。おかしいで。うん。もう帰って仏壇にちょっとあれせんと。あれやで。いいよいいよ、あげるみんなプレゼント。いいよ持って帰って、うん、記念にしてね。
いやいやいや、いいっすよ、いいっすいいっすよ、はい、あのお大事に、健康には、健康には、うん、寒いから、ね、うん、ありがとうございます。どこから？え、僕東京から、東京から。みんな友達ですか？あ、いいね、仲良くてね、すごいね。台湾語のサークル。あ、サークル、はい、何サークル？台湾語。台湾語サークル。先生で。そうなんですね。ありがとうございました。うん、じゃあね。本当？うん。ありがとうございます。じゃあね。これカラステナ上に。届かんか。ね、ね、カラステって。カラステって。カラ持ってく？記念に持ってく？うん。ありがとう、アイテムたくさん、匿名さん。Thank you。かわいいな、おばあちゃん。かわいくない？おばあちゃん子だからね。じゃあね。やばいやばい。あの、5回今、外れ引いて、もうそろそろ来ちゃうわ。当たりが。よし、黒だ。リベンジしないと。そろそろ来るで。そろそろ来るで、当たりがな。当たり来るで。一回黒以外引こうよ。それだけにしよう。当たり来てまうで。よし。ぼったくりだよね、これ、数珠ね。やばくない？これ、2000円で数珠。ぼったくり感が。やる、引くに引けなくなるから、ダメなのに。蓋開いとるやんけ。どういなこれ。蓋開いて待ってるやん。長い。それ黒で当たりはない？ルイ・ヴィトン？このブランド名知ってる？ロッツジュエリー。有名なやつなの？ハイブランド？
あ、500の重大発表ちょっと忘れちゃったみんな。ごめん。なんか。あ、ちょっとこれ、ごめんなさい、やってます。奥が当たり出ちゃうんで。ごめんなさい。待ってください。すいません、ちょっと今やってるんで。危ない、取られるとこだった。今、8回スルーしてるから、もう来ちゃうよ。8スルーしてるから。やばい。9スルー。9スルーしてる。これはちょっと、かっこよくないか。高級感出てる。これ高いやつ？レア来た。手が痛い。ちょっとみんなナイスとオンタヌぐらいちょうだいよ。あ、あとこの最後ってねえ。あ、ちょっとイベントの1位してや。あ、1位だわ。1位だわ。投げてや、あとナイスと。俺と遊んでよ。でかい、ちょっとごっついね、これ。ほら、これ当たりなんちゃう？あ、あとメガホン欲しい。メガホン。メガホン爆投げして欲しいかも。やばいやばい。2万とかした。あ、10個点球。オッケー。10個点球。あー、10個点球。10個溶かすぞ。あの1回色変わる。10個あります。1回色変わったらやめる。それまでやっていい。ちょっと特命ちゃんありがとう。 1回だけ出す。ここまで来たら10個あります。ピンク来たピンク来た。10個点球。ピンク可愛くない？10個点球。これがちょっと握力が痛くなってきた。かわいい。10個点球。やばい、ランディさんみたいになりそう。ここまで来ないかな。大丈夫？ちょっと両替してくる。あ、100個あります。匿名ちゃんありがとうね。たくさん匿名ちゃんありがとう。ありがとうね。両替機がちょっと中止になってるわ。取られちゃうわ。どうしよう。両替機が中止になってる。2000円ガチャ取られちゃう。温めてるのに。すいません、両替できないですか？お願いします。ガチャガチャやりたくて。お願いします。ダメです。あ、どうしよう。取られちゃう。しゃあねえな。なんか食うしかねえわ。なんか食うしかない。食うかラーメン。ラーメンしかないか。ラーメン勝負早いからな。ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメン。まずいか。いつもラーメン食ってる。あー、ごめんな。ちょっと、人が多い。
並んでないとこ金龍でいいんじゃない。もう並んでるのこれすごい人やな。どんだけ並ぶの金龍、ありえないだろう。自販機あっても1万円札使えないでしょ。ラーメン街道、ラーメン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 、もうガチャやめれないよ、引くに引けないよ。10スルーしてるんだよみんな。スロットやってる人わかるよね、もうそろそろ来るよね。もう頭がスロット脳だから10スルーで逃げれないって。もう天井まで行っちゃうよ。そうだろ。どうしよう。これ両替できるのか。千円札あるわ。やば。すいません。あ、これだけ申し訳ないですけど。170円だった。よし、来た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 。あんま人気ないから取られないな。そろそろ黒以外欲しいな。次も黒かな。もう黒ばっかりなんだよな。ぼったくりもやべえわマジで。これみんな絶対やっちゃダメだよ。わかった。ちょっとパチンコ買ってちょっと好奇心でやっちゃダメ。全然ダメだから。今10スルーしてるから。10スルー10スルーだよ。
やべ、ランディみたいになってきた。もうやめようかな。もうもったいなくなってきた。出るまでやって、1000円しかない。さっきのとこ両替しづらくない？ちょっとバカにしてると思わね？ちょっと行きづらくない？大丈夫かな？ちょっと感じ悪くない？ちょっと感じ悪いよな。ね、メンマで行けばいいかな。次メンマもあったんだけど、メンマ、ダメ？射的か。やばいやばい、早くしないと取られちまうわ。今12する2000円、2万4000円か。やば、ほんと2万4000、何してんの？もうやばいやばい、アイテムが全部飛んでってまうわ。元取らないと。射的みたいね。ラーメン混んでるな。ここ行くか。ここでちょっと両替するか。失礼じゃないのって なんだろうな、うん、失礼じゃないの。だし巻き卵とかは、とんぺい焼き、いや遅いな。ビール行く？ビール行く？これ生ライブってやってもいいですか？自分映して。申し訳ないです。他のお客さん映るんで。ダメだって。喫茶茶アメリカン。ここでいいじゃん。ここなんかいいじゃん。すいません。これ携帯で自分だけ映してライブってやってもいいですか？他映さないんで。はい。自分だけしか映さないんですけど。ダメです。申し訳ありません。失礼します。どうしよう。いった。段差が。あ、クリスマスだ。クリスマス。いいね、釣り。釣り飾る？みんな。
飾るの。彼氏欲しい、俺彼女欲しいな。服買う、なんか服、暑いしな。ちょっと着替えていい？ T シャツに。暑いわ。すいません、これ配信ってしてもいいですか、なんか買うんで。あ、はい、どうぞ。大丈夫ですか、はい、よかったら広げてみてください。広げて、これ T シャツ、黄色全部広げてもらっていいので。T シャツですか。はい、 S から XL まで置いてます。あ、どうしようかな。これ下子供用。はい、一番下はお子様用で。お子様用か。90からになってるんですよね。キャラクター系こ外だけですか。あ、そうですね、キャラクター系ドイツ語外だけなんですよ。あとは服系だな。暑い、どれにしよう。はい、これは何て書いてあるの。なんでやねんって書いてある。ちょっと大阪っぽいな。シンプルでいいかも。なんでやねん、うん、なんでやねんにしようかな。じゃあそれ、じゃあサイズはどうしましょうか。サイズは LL で。今こちらが LL サイズになります、ね。はい、あ、それ前なんでやねんなんだ。はい、前と後ろにそれぞれついてます。あ、ええやん、ええやん、それにしようか。これください。はい、ありがとうございます、うん、ちょっと会計こちらだと。服着替えていい。あ、それに、うん、いいやん、いいやん、いいやん。2090円、はい、ね、1万円で払うんで、はい、全て1000円でもらえる。1000円ですか。ちょっと待ってくださいね。はい、もし細かいのとかは大丈夫ですか。100円とか。90円あります。はい、お願いします。これ撮影料お釣りいらないです。あの、10円いらないです。はい、ちょっと待ってください、ね、1000円ください。あ、ありがとうございます。8000円ください。8000円、ちょっと待ってください、ね、よかったらこれ数珠1個いります、プレゼントしてて。あ、いいですか、もらって。数珠どれ、何色がいいですか、好きなの。あ、じゃあ一番この手前でいい。はい、これじゃあプレゼント。あ、すいません、ありがとうございます、はい、つけさせてもらっていいですか。あ、いいですよ。ちょっと1000円ですよね。ちょっと待ってください。1000円です。3、4、5、6、1つ来たらあげます。ピンク可愛いよね、これ女の子にね。ありがとうございます。ピンク YouTuber の方ですか。あ、そうです。あ、お名前聞いていいですか。あ、お名前はちょっと、あ、はい有名すぎて。あ、そうなんです、ね、すいません。お兄さんもちょっとそれ改めて。あ、いついつも信じて。いいですか、5000円って両替できないですよ。できないですよね。ちょっと待ってください。できないですよね。無理なら大丈夫です。できたらお願いしたいぐらい。申し訳ないです。あります。ちょっとね、量が少ないです、ね、少ないので申し訳ないです。 OK です、 OK です。あ、それもすぐ来ます。はい、熱くてタグ着ときますね。はい、ここで着替えていいですか。あ、いいですよ。はい、すいません。どうぞ。はい、あ、ありがとうございます。暑すぎる。すごいですね、 YouTuber されてるって。いやー、まあなんていうんですかね、はい、たどり着いたところが YouTube だった。いや、めっちゃかっこいいですよ。自分を表現するので、あ、やっぱり不器用な男ですから。いや、絶対普通にこうやっておしゃべり僕より上手いのに。いや、そんなことないですよ。多分調べたら出てきますから、ね、コミュ障なんで。いやいや、直接人と目を見れないんですよね、僕。いやいや、全然大丈夫です。そんなことないですよ。そうですか、はい、お兄さん、もしかしたら調べたらお兄さんとか出てくるんですか、ね、いや、出てくると思います。これなりに有名なんで。あ、どれくらいその大きいですかね。ちょっと僕はあんま YouTube 詳しくなくてあれなんですけど、まあ、まあヒカルとかが認知してるぐらいです。あ、そうなんですか。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、メッセージありがとうございます。あ、どうもどうも、毎度ありがとうございます。
さっぱりした。なんでやねん。やっぱり旅はこういう人との触れ合いだよな。うん、もう東京帰らず違うとこ行くか次な。大阪じゃなくてな、こう一人ブラブラ旅するか。うん、最近コラボも微妙だしな。コラボ一人でいいよな。一人でブラブラしてる方が。家がもったいない。家解約するか。もう旅人になるか。彼女と、彼女いねえよ。自己中なお前は。ああね、重大発表、ちょっと忘れちゃった、ごめん。本当忘れたんだ。多分大したことなかったと思う、ごめん。ナイス惜しくて多分行っちゃったと思う、申し訳ない、正直に謝る。分かってる、うん、ごめんごめん、いつものやつ。よし、行くぞ。ただポッケがないんだよ、わかる？これだけは入れたいんだよな。ポケットがないんだよね。切らされた。やばいなこれ、もう今いくら？26,000円か。やばいやばいやばい、ちょっと怖くなってきた。11回やってる？何回やってる今？26,000円。やばいわ本当に、笑えなくなってきた。何スルーあるのこれ。いやちょっとひどくないか。なんでやねん。あー手が痛い。準備した。
どうしよう。やめていい、ちょっと。さすがにちょっとひどくないか。ここまで来てやめるのも情けない気もするんだよな。男じゃないような気も。配信者は やらないといけないような気もするな。やばいわ、大阪。さすが商売の街。商売がうますぎる。これ欲しい？なんか2000円で買ってくれない？こんなやつと付き合えるねえ。ラスト、もうこれしかない。千円札、もうこれで終わる。もう3万円15回目の正直。あーもうダメだ。ナイス押した。ハイエナ行くで。また気持ち悪い色できたわ。なんかマジで怖いな大阪。やばぼったくり。ぼったくりやば。これ出ないんじゃない。これ通報しようかな。警察何回やってるんだ。いくら？3万以上。警察呼ぼうかな。おかしいだろ。おかしいよな。おかしいだろう。さすがにおかしくない。みんな頭くるな。1万ぐらい使えば1回来るかなって。甘かったかな。イベント最終日にすることじゃないよ。いや逆じゃない。イベント最終日でもちゃんと普段の配信してるやつすごくないね。イベントしない方がなかなかできないでしょ。20個ありがとう。真珠の重さで回しても黒カプセルが下になる仕掛け。ああなるほどね。うん、煮卵食うか。10個天球。
すみません、ズボンあります？あ、ズボンですか。ズボン、安いズボン、とにかくこれいくらですか？20個天気。これはね、ちょっとお値段が変わっていくら？14,000か。高えわ。両替が無理だわ。無理だね。誰かリスナーさん両替来れない？両替。これ煮卵食べたからいいよね、タバコ吸って。ちょっと休憩。うるせねえわ。両替機あったよ、どこに。いやいや、あそこの両替機全部俺もう中止になっちゃったんですよ。時系列説明して、まあ、時系列的に今ガチャで3万円吸われてる。で、両替をいろんなところで今してるっていう状況。両替が追いついてかない。トルコアイスで、イベントイベントってこれやりながら器用にできないの、しかもイベント1位でしょ、1位じゃいいじゃん。総合は無理ちゃう。ありがとう配信のが飛ぶんだよ、相手にね、ありがとう言わないと飛ばないんだよ。でナイスも押してくれないし、メガホンもくれないし、しょうがない。みんなに嫌われてるんだ俺は。嫌われてるんでしょ。一人ぼっちだしね、彼女もできないし。メガホン200個。 ありがとうございます。100個も優しい人もいますね。優しい人200個ありがとう。悪魔にも負けてるんでしょ。もうオワコンだよ、オワコン。終わったコンテンツ嫌いじゃない。あ、10個ありがとう。嫌いではないけど夢中ではないんじゃない。昔は夢中にさせれてたんじゃない。最近はもう夢中にさせれてないんじゃない、リスナーを。10個天球。ゲーセンで両替よかった。ゲーセン行く。タバコ休憩は100個ありがとう。ありがとう、ね、ラウンドワンって近いの。今月でいいよ、ありがとう。両替してくるから待っててよ。特命ちゃんありがとうね、たくさんありがとう。ありやすい、たくさんね。ごめんね、ガチャガチャで溶かしてありがとう。みんなのおかげでガチャガチャできる。まだやるの、当たり引くまでやる。負けられない。男なら一回手出したら引けない。これは分かんないでしょ。女の子はなんつうのかな、生活感が強いから。男は引けない。
一度手出したり580個一度好きになった女はそう簡単に諦められない。配信だってそうだよ。自己点検立つまでやる。そうだろ。えいえい。自己点検メガホン点検フォローするわ。行くぞ。ゲーセン行くわ。メガホン天気ありがとうメガホン。どこやランワン。もう一気に2万円両替してくるわ。めんどくせえから。でも明日帰るね。もう東京、うん、もう大阪いてもあれだから、うん、うん、帰ってきて、うん、帰るよ。旅するんや。まだ旅見たかった。ダウンアンドコー。ダウンアン。あれ。ゲーセンドコー。見失った。どこだ。ゲーセンドコー。大丈夫に会いたかったよ。ね、タイミングが合わないし。あれゲーセンどこだ。ラウマンどこ。あーマジで行ってる。こいつブチギレそう。ここじゃないのゲーセン。シャッター閉まってない。やばないこれ。やばマジでやべえ。嘘だろ。ぶーわ。えここじゃなかった。あれここでここじゃなかった？ジャンカラの前。あれ違うかな？あれガチャガチャどこ？いやマジでやべえな。金龍ラーメンとこ？そこじゃない？どこ？ここ違うよ。どこ？あれ？え、どこなのそれ？え、今んとこじゃん。どう見たって。あれガチャどこ？今んとこじゃん。ジャンから前だったもん。マジでやられたわ。さっきんとこだよ。どう見たって。マジでやられたわ。トイレ来て。トイレ。通報？ここだったよ。電気ついてる。そこじゃない。いやここだよ。ジャンカラのお姉さんさっき両替ってお願いしたでしょ。すいません目の前ですよね。ガチャガチャ
ガチャガチャですよね。今閉まりました。ありがとうございます。ほらマジでやばいわ。ひどくない？ちょっと。通報入った？ひどいわ。どうしよう。見つけた。ガチャガチャ見つけた。やばい、ガチャガチャ中毒、吸い寄せられていく。ガチャガチャ見るとワンカプセル1000円。ああただ黄色いやつがこっちかな。うわ埋もれてるな。真っ黒だなこれ。金色じゃないと。金色なさそう。ここはワンチャンあるのかな。そこに金色があるから。もうほんとやだ。どっちがいい？左の方がいいよね。これ右もワンチャン埋もれてんのかな。どうなんやろう。スイッチで元取れるぞ。スイッチがある。うわこれすご。スイッチ取ってるわ。鍵開いてるもん。これ演出かな。スイッチ当たってアピールかな。これどう思う？関西人やりかねんぞこれ。こういう演出やりかねんからね。あ演出の可能性ある。 iPad も撮ってるね。これも演出かな。スイッチ1番。ポップコーンメーカー。でもこれ黄色ないしな。こっちもまたバカみたいに頭使わないとな。うんやめとこう。すぐ取れなさそう。ワンチャンもやっぱ10回ぐらいやらないとあの金色が落ちてこないわ。そう思うっしょ。やめよ。だって両替もできないしね。両替機もないじゃん。両替機もこれ釣り堀って何これ。金埋まってたよ。埋まってないよ。両替機があるか。え釣り堀、釣り堀見つけた。魚釣ろう。すいません、これライブで自分だけ映して釣っていいですか。あ、あれですか。釣りできる。一回行った。どうだった。釣り体験ができる。これリアルだよ。私も行った。釣れた。ガチだよ。あ、すいません。あ、100円玉使おう。100円玉がめちゃくちゃ甘い。
席の可能だったり含めたりしたら200円かかります。お席の方なんですけど、11番と12番にお願いします。お願いします。釣り初心者です。はい、じゃこちらの方を読み上げてください。はい、こっちも持っていく店舗ですね。はい、タイトルが餌と企画を3を渡します。お席が、奥の10番の席でお願いします。はい、どうぞ。今日は決めたら、釣れた魚知らん。やばい、三脚に引っかかった。三脚に引っかかった針が。楽しそう。釣れるかな。緑茶飲み放題。トイレある？さっき、お、魚自信ある人いる？魚自信ある人。トイレ行ってくる。仕込んでから行こうかな。針どれなのこれ。針が分からん。トイレ行ってくるわ。食べられた。あ、
あんた投げるって餌めっちゃちっちゃくつけてる。あっあっあっ食われた。Thank you.
Thank you.
ではお時間になりましたので。ああ、フィニッシュ。わあ、ワン、ワン、ビルビル。わあ、もう悔しいね。餌がすぐ取れちゃう。30分しかない、もう終わりかんの。どうやってつけたらいいか。大きい方がいいのかな。食って食った跡がある。ほら今食われたよね。ほら見て、パクってなったもん。みなこありがとう。パクってほら今ピクってなったもん。Thank you.
難しいなぁ。
延長します。延長30分でしたらできますけど、よろしいですか。はい。あの営業時間9時までなんで。はい。
延長チケットをご購入ください。あちらの方で延長チケットを。
顔映してもらえます。はい。いや、ゼロさん違います。いや、どう見てもゼロさん違います。いや、なんか僕たまたま偶然つってたらみんなゼロさんがいる。いや、違います。すみません、お邪魔しました。写真一枚この透明でも撮っても大丈夫ですか。はい、すみません、申し訳ないです。ごめんなさい、すみません皆さん。ある何これ。すいません、ありがとうございます。リスナーさん、すいません、お邪魔しました。すいません、ノブと申します。よろしくお願いします。今日、ナボさんと遊んでます。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
延長もうできないです。もうできないです。営業時間が9時までなんで。Thank you.